ぶやか。何やねん。いや、あの、おいはないのかなと思って。え？おいってあるじゃないですか。おいなんか言うてないやん。いつも言ってません？いつ言うてんの？何言うてんの？誰と間違えてんの？ケンティークロスと間違えてない。はい、ということで、何すか今日は。今日は、はい、もうあれですよ。UHR 見ました。見ましたもん、クソもお前、はい、大阪やってないやん。俺 やってるんかな思ってたよ。ユーハール見ましたかって、はい、おめえや関東だけや。そうだ、俺ずっとあの撮られてる時に、はい、あれ大阪で見れると思ってるけど、あ、そうだったんですね。全然あれ、はい、おめえやないんで。ないんかよってなったわ。そう、実は関東だけだったんですけど、ね、でもすぐ翌日に YouTube 上げてもらってもらえたん、ね、らしいね、はい。今見逃し配信されてるんですけど、ああ、ちょっと僕も見たんですけど、皆さん見ましたか？まあちょっとなんか軽いやつ、はい、アップされたのは見てない。あの、なんちゅう、編集、あ、途中なんか、途中のなんかこう、こんな感じで仕上げますよみたいなのは見ました。はい、ああ、ちょっと、ズンズンチャンネルよりだいぶ真面目なレッドスパイダーにされた。うぜやろ、いいぞ、そんな。それ地上波出てるやな、ね、はい、そうですね。あの、関東の。はい、テレビ東京で。されてたんで、ぜひちょっと一回見てみましょう。それ YouTube 上がってるやつってことだよね。はい、じゃあ行きます。はい、8月10日大阪阿部村。ちょっと待って、めっちゃ人おるやんけ。おお、この日大阪が熱く揺れた。おお、レジェンドフィーですよ今日。おお、ほら、お前らも輝くなって引退してたら芝くなるぞ。ちょっと待って、芝くって使ってるやん。なんか使われてますよ、ね、いいんすかこれ、テレビで、こんなんダメな気もするんですけど、ね、いいんすかこれ、リュウハールさん。はい、まあいいや。例えば、節分とかやったら、まあなんか恵方巻き食うたりとか、あのクリスマスのケーキ食うたりとか、まあ、そういう感じで、まあ、レゲエの日はもうレゲエしない人にもレゲエちょっとでも触れてもらってみたいな。大阪を拠点に強烈なマイクパフォーマンスとサウンドシステムを駆使し、はい、活躍を続けるレッドスパイダー。はいはい、音楽プロデューサーとしても国内外で数々の作品を手掛け、20年以上にわたりダンスホールレゲエシーンのトップランナーとして君臨。この日はレッドスパイダーが掲げ制定されたレゲエの日。めっちゃ真面目や。めっちゃ真面目。お前男やのに脇で気にしてるとかってどつくだ。お前ちょっと待って、どつくで言うてるやん。本当はダメな気がするんですよ、ね、いいんすかこれ、これはこれぐらいは、これぐらいは別に地上波大丈夫ってことですね。ですね。はじめましての人、そっちの方いてるね。あの金髪の腕組んでるお姉さん、ちゃんと見えてるかな俺。次元の後ろ私とお前しかおらんやろ、そこ金髪は。だからレジェンドレジェンドスパイダー好きなやつ、本当に尊め。強烈な MC でレジェンド日を盛り上げる。すごいな、なんか、ナレーション入ったらぽくなるな。なんか分からんけど、なんか一気に雰囲気がテレビになりますね。で、やっぱレゲエって夏のイメージめっちゃ強いと思うんですよね。あ、まあちょうど8月10日がハートの日と、あと、まあ、鳩の日、まあ、で鳩はまあ平和の象徴やし、で、あのジャマイカの人たちが喋る言葉があのパトワ語って言って、で、それも、まあ、パトワで81でできるかみたいなんで、で、まあ8月10日にしようと。いや、じゃあハートの日と、はい、ね、はい、ハートの日はもうラブじゃないですか、はい、で、ハトの日、平和でしょ、はい、ピースでしょ、ラブアンピースってやってん。そこ俺、あ、やったんですか。切られてるやん。ラブアンピースってやってんから俺。あ、そうだったんですね。そこはいらんかった。ちょっとカットだった。そこ大事やってんけど俺の中で。ラブアンピースっていうのも。
そこはいらんかってんな。そこはちょっと食べようか。レゲエにとっての記念すべきこの日は姉村をジャック。オーディエンスもアーティストも一堂に集い祝福した。できたのみんな知ってると思うけども、グラファンに参加してくれた皆さん、ほんまにあなたたちがレゲエの日作ったみたいなもんですから。でグラファン参加しなくてもレゲエの日祝いできた皆さん、一緒に勉強して遊んでください。みんなで作った方がいいなと思って、そう YouTube でそういうことせえへんみたいなんでクラファンで募って、なんか1人めっちゃ真面目やん、めっちゃ真面目で僕ら集まって、で思ったら集まったなってなって、でまあその登録料みたいなのに10万ぐらい抜いて、その残りのお金をジャマイカの音楽学校に機材を買ってプレゼントというか寄付させてもらって、だからまあ恩返しもできるしいいんじゃないかなっていうことで、めっちゃ真面目やん。ほな行っとけ、準備できてるやつもかけてババババ。さあほな、みんなでレゲエ祝いなさもったい、レオの天下にみんながレゲエに触れるきっかけを増やしたい、そんな思いで立ち上げた。なんかプロこんなこういう感じで見たら俺真面目やな。先輩がいて、褒めてくれた先輩がいて、あ、ミキ君は、それがミキ君、ミキドルさんで、いやこれはめちゃくちゃいいと、なんかそのずっと登るし、それこそ俺らが死んでも、もうこれもずっと残っていくわけじゃないですか。その全く俺らの知らない世代がそのレゲエの日に触れた時にまた違うものができていくだろうし、そういうのを残すのめっちゃええよねっていう。なんかめっちゃ真面目なんレゲエってドキュメンタリー、やっぱりジャマイカではもうそんなに主役じゃなくなってるんですよ。ダンスホールっていうものになってるから、僕らはそのジャマイカではダンスホールと言われるものも、まあ、ソカとかスカとか言われるものも全部このジャパニーズレゲエの中に入れてるから、でひょっとしてジャマイカで滅んでも日本だけでずっとレゲエは続く可能性もあると、それの面白い材料になっちゃうかなと思います。特別な一日、大阪を代表するレゲエアーティストたちの魂のこもったステージ。なんかナレーション入ったらちょっとやっぱズンズンチャンネルもナレーションいるんちゃいます。真面目な声で、こんな生ダブも使われてるんだ。結構全部使ってくれてますね。やばいやん、めっちゃ盛り上がってますみたいな。まあ、10代の時から知ってて、まあ、ずっと、まあ、見てきてますけど、まあ、今はもう敵なしみたいな感じじゃないですか。ほぼ一人でかなり大部分引っ張ってきてると言っても過言じゃないと思いますね。むちゃプロを熱狂させるっていうのをずっともうノンストップでコンスタントにやってるのがすごいと思いますね。めっちゃ褒めてくれる。ジャマイカと日本を行き来しながら楽曲制作やイベントをこなし、エンターテイナーとしてたくましく生きる。レゲエに魅了され挑戦し続ける人生、レッドスパイダーの自伝でその半生が綴られた。本の紹介も入ってるんですね、はい、まあ、個人から始まるんですよ。
まあ、まあ親戻ってくるんですけど、じゃあ音楽悲しいわ、バックミュージック一体そこはまあ年月でめちゃくちゃ悲しいやん、後ろやっぱり まあ、いわゆる貧しかったんやと思うまあ、音の予算でどんだけ音楽もできるかみたいな、めちゃくちゃ悲しいやん、後ろの音感じなんすね。それが今に生きてんのかなとは思ってるんですよね、結構じゃあじゃあ、後ろの BGM でエビちょっと変わってくるやんレゲエの感謝、今自分ができることをポジティブに実行、楽しみ方も自分たちで作り上げ、現場へ落とし込む。はい、その場で飛んでる。レゲエの醍醐味であるラバダブもレッドスパイダーとのコンビネーションで熱く繰り広げられた。この日のでもラバダブ良かったもんね。この日やばかったっすね。そうなんか、なるほどね、こうやこうなんねんな、はい、そして新たな挑戦が47都道府県ツアーや武道館公演を成功させたレッドスパイダーが3万人動員を目指すワンマンイベント緊急事態を開催。ありがとうございます。まあ、一人の DJ で何人集まるのかなみたいなのが、そもそもの単純な思いから始まったって感じなんですよ。で、結構そのもう今やだからその緊急事態で1万人以上集まってくれたりするんですけど、なかなかね、そのやっぱ DJ の職業ってなかなかね、こう世間的にもまだまだ認められてないというか、そういうのもひっくり返したいなと思ってるんですよね。で、その曲をどうやって書けるかとか、その間の MC とか、結構やっぱそういうので、だいぶその現場の空気感とかもだいぶやっぱ変わるから、そういうのを味わってほしいなとは思ってますね、いろんな人に。真面目。誰も成し遂げていない。めっちゃ真面目。スパイダー、また新たな伝説が始まる。真面目やなぁ。でもこんだけ振りやって、この曲来たらなんかこんなにジーンってくるな。これってうまいみたいなやばいな。いやー、ええ感じやね。これまだあるんすか？これ最後にちょっとある。まだもうちょっとある。はい、これも PV 上がってますからね、はい、YouTube。 そうですね、まだ見てない人はもうぜひね。もういない気もしますけどね。まだあったら絶対見れます。めっちゃ使ってくれるやん。いやもう今後に使ってくれるんだって。えこんなにちゃんと映してくれるなあ。いや、リュウアさん、なんか、ありがたいですね。でも、リュウアのカメラマンの人、めちゃくちゃ楽しんでたもん。ほんまに。はい、最後にレゲエを愛する人へのメッセージ。はい、あんまりね、ちょっとこうストレス溜めて仕事とか家事とか子育てばっかりしちゃうとね、やっぱストレス溜まってね、潰れちゃうから、その時のはけ口としてやっぱレゲエのイベントとかレッドスパイダーとかを使ってもらうと非常にストレス発散できますから、ぜひ疲れてる時は
疲れてる時こそ、来てほしいですね。え？いいこと言ってましたね。めちゃくちゃええ人やん俺。はい、マジか。いやでもこれ龍派さんあれやな、嬉しいね、こんなにちゃんと、はい、いいですね。ねえ、ありがとうございます龍派さん。本当もう教材みたいな、教材みたいな、ね、でバッチリ緊急事態の宣伝も、はい、ちゃんとしてくれて、はい、ありがとうございます。もうこれでもう9月30ね、もうでもそろそろっすからね、はい、はい、もう1ヶ月ぐらいですから、はい、はい、もうちょっと俺も気合入れていかないと。そうですね、はい、これチケット買ってないでしょ、おんちゃんまだいるんですか、ね、ちょっと早よ帰えやほんま最後やぞもうこれほんまに、はい、はい、ということで、まあとりあえず今日はリファール、はい、大阪でオンエアなかったので、こっちで YouTube で見てみました、はい、ということで、あざした。